とうございます。またお越しくださいな。はいはい、ただいま。あと追加注文でミント畑のサラダと鉄砲エビのグラタン、お芋さんコロッケにラーメンセットが3つお願いいたします。お疲れ様でした、ライさん。いえいえ、私頑丈なのが取り柄のようなものですから。まだまだ全然へっちゃらですよ。ダメですよ、お友達だからって頼ってばかりじゃん。お嬢様は正式な金の派閥の召喚師になるお勉強中ですし、お坊ちゃまも当面は軍学校への進学準備で忙しいんですから。ええ、そしてそれはあなたにも言えることですから、私は旦那様からお許しをもらい、こうやってお二人の代わりにお店の手伝いをさせていただいてるんです。時間限定ですけどね。どうかそんなに恐縮なさらないでくださいまし。半分くらいは好きでやってることですし、教育係としての役目も今ではほとんど名目だけになってしまい、皆さんと一緒にいる時間が減っていくのが寂しかったんです。ですからこうしてライさんのお手伝いができて、私とっても嬉しいんですよ。それに好きな人と二人っきりで過ごせる時間があることは、私にとってはかけがえのない幸せなんですから。さあどうでしょう、ライさんの受け取り方一つで答えは全然変わってしまうかもですよ。何やってんのよ、ポムニット。何ってごく普通にお話をしていただけですけど。くっつき方が全然普通じゃない。ボケっとしてないでさっさとお屋敷に戻りなさいよね。あんたはあくまでうちのメイドが本業なんだから。ええ、ですが本日私は休暇をもらっておりまして、ずっとここにいても問題なしなんですよね。休暇ならどうしてここにいるのよ。それはもちろんライさんと一緒にいたいから。いけませんか。むしろお嬢様こそここで油を売っていてよろしいのですか。確か午後からは派閥の勉強会に出るご予定かと。わ、分かってるわよ、ちゃんと勉強してくるわよ。あららら、ちょっといじめすぎちゃったですかね。当然ですとも、だって一番の強敵なんですから。とはいえさすがにかわいそうになってきちゃいましたし、晩ご飯はお嬢様の好物を作って一緒に食べましょう。ええ、全くです。お嬢様がもう少し素直になってくれたら真っ向勝負のしがいもあるんですけど。ま、今の状況が一番私にとっては幸せなんですけどね。